心の医療診療所、ドクターバス、魔王号、理事長くんがいく、ドライバーはコニーです。よろしくお願いいたします。さあ、この中で先生は誰でしょう？じゃらららららら。いきなりでございますが、探せないでしょう。探せませんね。ちょっとだけ。どこにいますかね、みたいな。ちょっとだけ。うん、ね。だいぶ怪しい。僕なんかどう見てもね、ドクターに全然違う。びっくりした。ナースびっくりした。メガネが曇って、鼻も苦しいですね、これ。まあ、致し方ないですよね。ちょっとごめんなさい。吸うやつ、まあ、吸うならいいか、吸うやつね、うん、皆さんが出してないと思う。じゃあまずちょっと大人数なので、はい、自己紹介していただきましょうかね、はいはい、今日の座談会は、今日の座談会は、はい、響きメンタルクリニックの、はい、以前も何度かゲストで出演していただいている竹内先生と高橋先生に今日来ていただきまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもはね、しっかりこう準備をして、お題もよく決めて、いつの話ですか？テレビに出ていつ もうしっかりね、打ち合わせもちゃんとして、フリートークゼロで話させてもらってるんですけど、今日はですね、まあ、コロナの最中でね、男性更年期はの話題は差し置いて、それを置いといて、はい、今日は心療内科 の、はい、僕も含めて、うん、まあ、一応医者が集まってですね、このご時世一応集まって、すみません、僕だけの大先輩の話です、すみません、そんなことない。あ、でも現場の話はちょっと聞きたいですね。そうですね、なんかそういう話なので、うん、今日はもうあまりこう固いお題もなしに、うん、まあ、どうですかっていう話を、うん、まあ、皆さんに届けたらなと、届けられたらなと思っております。うん、そうですね、やっぱこのタイミングだからこそお話しいただける、まあ、ね、メッセージをね、やっぱりいただけるとすごい心強いなと。ナース的にはですね、本当にこれからね、すごく必要な分野で、そしてこの先生らしからぬ、うん、普通にねえねえってなんか話が聞けそうな、本当は先生なんだけど、それこそが先生、そういうキャラの人たちがやってくれてるっていうのが私はいいなと思うんですよ。だって気楽に聞けるじゃない。そうですね、なんかちゃんとしなくちゃとか、すごく大変なんないと言っちゃいけないとかって思うじゃない。そうじゃない、ねえねえって言えそうな感じだから。僕の外でも世間話ものすごく多くて、大事ですよ。ついつい、あ、そういえばどうだったと聞き忘れないからね。だいぶ話しても終わるんじゃないんですか、他の方待ってるいいんですか、あ、ごめん、ちょっと今日聞いてなくてとかって、結構そういうの、でもまあそういうふうに思われるとすごい、まあ、ありがたいのかどうなのか分かりませんけど、すごくいいと思う、はい、まあ、外来も、まあ、楽しんでるっておかしいですけど、皆さんとお話しできる場かなと思う、まあ、毎日のことでね、たまに疲れることもありますけどね。あれなの、そのほら、結構ドクターによってこういう患者さんがやっぱ多いみたいな、ほら、やっぱりあるじゃない。ありますよね、どうしてもあるから、そうですね、あんまりその固まらない方、そうそうそう、なんていうの、その多岐にわたる方、多岐にわたる方じゃない、多岐にわたってるイメージありますよ。まんべんなくいくタイプ、守備範囲広い、いやもう本当ね、人によって全然違うんですよ。先生どうですか？私はね、意外に何ていうのかな、男臭い人たちが集まっちゃうんですよ、ね。そうなんですか。本当に、なんか女性集めそうな感じがするけど、本当にね、なんだろう、西部警察みたいな人たちが、本当に大門、本当に、いや、何ていうのかな、その個人的にはね、女の人とかの方がやっぱりそれやんだけど、本当にもうピシッとしてる人たち、でもなんか分かる気しますよ。そういう人たちが、そうですね、竹内先生にピシッとこう、なんていうんですかね、話されてっていう感じでこう、で変わると怒るんですよね。その例えば院長にちょっとどうしても時間ない時が変わると、院長が叱られてる、そういう人たちに。あら、そうですね。院長はどういうタイプの方が集まりますか？女性が多いですね、優しい感じね、女性が多い、そうですね、特に
年が上がれば上がるほど なんか集まってますね。私かもうちょっと上かな。明日行きます。いや全然上でしょ。明日今日じゃ行っちゃ う明日じゃ予約お願いします。上の人たちにこう、なんかいいって言われちゃいますね。そうか、タイプが分かれるんだ。いや なんだか自然にこうなんか分かれてきちゃうんだよね。うん、あそうです。あと僕たまにすごい嫌われます、カンさんに。あいつ生意気だとか言って、合ってるじゃない、まあ、いやフラットなんですよね。そう、たまにグッとあこれ言わなくちゃっていう時に、まあ精神科ってやっぱりその、たまにこう、まあ、指導っていうそのおこがましいんですけど、やっぱこれちょっと厳しく言わなくちゃなっていうような時に、こうなかなかうまく伝わらない時があったりしますよね。やっぱ人間なんで伝え方っていうのがあって、そういう時にこう噛み合わない時とかあるかもしれない。でもそれで完全に離れちゃうって人は意外と少ないんですけどね。ちょっと一瞬来なくなったりとか、でまた来て、時には必要なのかもしれない。そうですね、そういったこともあるかもしれないですね。あります。多分プライベートは多分似てるんですけど、似てる部分が多いんだけど、診療スタイルは多分結構真逆に近いかもしれないですね。聞いてて、結構真逆に近いのかなっていう感じがしますね。具体的にどういうことですか？私はこれなんか誤解されたら困るんだけど、ちょっと白い巨頭みたいな感じで、私はもう絶対白衣にネクタイっていうスタイルでやってますね。白衣着ない人今多いですから。多いんですよ、こんなんじゃないって。いや、どっちだっけ、白衣着るんだっけ。着ます。あ、最近上着だけ寒い時に着るんですけど、防寒的な寒い時用じゃないよね、確かあれはね。おしゃれ白衣があるんです。おしゃれなのビームスの白衣があるんですよ。ちゃんとビームスなんです。一応ビームスなんですけど、僕ビームスってここに書いたのが嫌で書いてますけど、あこれこんなこと言ったらビーム怒れちゃう。もう聞いてねえか。もう完璧にスポンサーつかないよ。いやかっこいいですよ、僕それ着てますたまに。でも基本的にはもうスクラブ着て、でたまに僕 B さん履いてるんで、 B さんだけやめてくれとか言う人も中にはいないよね。いないですね。みんななんか僕のスタイルで着ていただけるのかもしれない。そういうドクターもいるんですよ、うちにもう一人いて。そうですね、スクラブ着て、スクラブですね、はい。それってだけど、じゃあ自分がその病院行った時に、先生なんか選べないじゃないですか。そうですね。その時たまたまそういう担当になるんですか。そうなんですよ。だから合わないなってもすぐ分かるから、こっちはいいんですよ、私は、っていう時はもう会うドクターに渡しちゃいますね。そっかそっかそっか。相手がねちょっと苦手がってるってのは分かるんですよ、ね、分かりますね。それはねもうすぐ分かるんですよ。やっぱこういう感性こそがやっぱり精神科のクリニックの先生だなと思いますね。なんかもうそのまま押し通されてしまうと分からないじゃないですか、でもやっぱり患者さんは違和感感じてる。でもその違和感をすぐさに察知されるっていうのは、そうだよね、内臓的な病気を見るっていうよりも本当に心のところにね、こう入っていかなくちゃいけないから、入りやすい人が行った方がいいよね。そうですね。やっぱり今回こう2人来ていただいて、コロナでね、やっぱこうリモートワークしたりとか、しながらすごくこう疲れてる人多いと思うんですよ。でやっぱり今回やっぱそういった方々にね、一言やっぱりなんかメッセージ届いたらなと思うんですけど、ぜひぜひ。いかがですか。メッセージね、いっぱいありますけど、この前も声だけで大阪の静波の心の診療所の僕のパートナーのね、クレア先生に出ていただいてちょっとメッセージ出した、まあね、その時僕も話したんで同じようなこと、まあそうですね、この前話したことと違うとすれば、まあなんだろう、まあ今のリモートワークでいくと、ね、よく患者さんで多く見られるのがやっぱ昼夜逆転する人が多くなっちゃって、どうしてもその出勤してる時って体使いますよね、もう1時間とか、ぐらいかけて通勤される方とかがこう自宅待機になると運動しなくなっちゃうんですよ。で運動って睡眠とかにものすごい影響があって、やっぱその時にこうしっかり体の身体的な活動をしてないと夜寝にくくなっちゃって、そうでしょうね、だからやっぱなんかこうそういう睡眠の問題が起こってる方すごく多いのと、
あとあのメリハリができなくなっちゃって、あのやっぱりあの出勤してた方がいいっていうような方もいるんですよね。あのなんかちょっとプライベートの空間に仕事が入ってきて気持ち悪いとか、もう早く出たいとか、あとはまず逆に今度はあの上司と会わなくてよくなったからいいとか、あとその無駄なあの会議がなくなったんでいいとかっていう、まあそういうことを言おっしゃる。ただまああの共通しているのはまあ一つといえばまあ睡眠のことなので、まあ皆さんにその一コメだけ避けていただいたら、まあ、それも適度な運動もした方がいいし、まあ、家の中でできるストレッチとか自重の運動もしましょうねとか、あとはまああの家の中にいるんで、まあ、ちょっと楽しみとして、まあ、あのその日の食事の献立をちょっと考えてみたらどうとか、まあ、あの日頃考えないようなそういった栄養のことをちょっと勉強してみたらとか、プラスアルファあるよねというようなことで、まあそんな話したりしてますね。でまあただね、日頃できないからってことここで急にできるかって、この前もあの大阪のねクリアサイトも話したんですけど、まあ、急にできないかもしれないけど、ただまああのリモートが長くなればなるほど、まあ、そういう、まああの1週間だとできないけど、まあこれ2週3週続けば意外とできちゃったりするんで、まあそういう新しい発見もされて、ね、まあちょっとまあ前向きな話ですけど ね意外な楽しみになるかもしれないですね。あとまあまた戻るけども。睡眠をしっかりするために運動と、そうです、ね、生活リズム乱さないにはどうしたらいいかなみたいなことは、太陽ちょっと、ね、ちょっと逆にこの機会にまた考える ね、あのチャンスにもなるかなとか思ってたりしてますけど ね、まあ、精神科的にはそういったところちょっと気になってますね最近、診察で。竹谷先生どうですか。私はそのあれですね、あの結構ほらあのよくニュースとかで、若者がほらどんどん外出てるんだとか、ああいうなんていうのかな、そのなんですけども、あれ実はほらもしかしたらというか、まあ、家で例えば暴力があったりとか、まあ、DV とかでもう家いるよりはもう外出た方がいい人とか、それからやっぱりあと一人の、ね、時間がもうないので、あの自粛で、だからどうしてもその、まあ、家族といってもね、やっぱその違う人間なので、まあ、DV だったりとか暴力ってのはまあ絶対増えてしまってるでしょう ね今までなかったところに生まれちゃってる可能性ありますよね。あると思いますね。そういうところはもう絶対あると思いますね。今の、ね、お一人の時間、あのやっぱイライラが増えてますよ。イライラしてる。イライラするよね。そうで、だってあの日頃見なくていいところの奥さんのところで、で旦那さんのところとか、あとちっちゃい子供を抱えてる家庭とかって学校行ってないから、やっぱあのイライラって気は確か多いですよ。昼夜逆転、眠れない、イライラ、こんな多いですね。確かにね、こういう時やっぱ呼吸を整えるとかね。あ、僕ね、マインドフルネスの話とかもちょくちょくするんですけど、深呼吸しながら、まあ、だけど、同じ空間にいるとね、まあ、とは言ってもっていうのがあるので、やっぱりできるだけ、あの人混み避けてもらって、外出てちょっと外の空気吸いなさいとか、ね、もう本当はそっちの方が家の中で前のようにしてもね、周りには人がいるんで、お子さんもいるし、空気を変えながらね、そう、空気を変えながらね、できたらいいですね。高橋先生どうですか。そうですね、まあ、皆さんにほぼ言われてしまいましたけど、ね、以下同分な感じでいいですか。結構だから聞くのは、だから、小さいお子さん保育園行けなくて、でしかも2人ともテレワークでやってて、でも子供は遊んでほしいっていうところで、もう仕事にもならないとかって、そういうんで、でお互いが、ね、気遣えないっていう、まあ、イライラですよね。そういったこととか聞いたりとか、あとは逆に一人暮らしの人は本当に、あの、ね、さっき植付先生も言ったけど、上司と会わなくてよくて、もうずっとテレワークしたいとかって、そういうなんか、ね、人間関係逆に稀有な人みたいな感じで、こう真逆に分かれてるっていうところがまた面白いかなとは思いましたけどもね、診察しててね、こう、大変です。あの悲しいお知らせが、もう座談会が終わらなければいけない時間に、盛り上がったところでね、だから足りないんですよね、どうしましょうね。スポンサー皆さん、応援をよろしくお願いいたします。座談会で時間過ごそうじゃ、みんな。そうですね、違うか。でも本当にこういう機会でね、あの本当に現場 のことだったりね、あの先生から の、あのことが聞けるっていうのはすごくいいと思うので、また、ね、孫を走ってきてくれる、はい、やっぱ医療の、ね、従事者の方々にやっぱ感謝を申し上げながら、ね、はい、あともう少し、ね、あのみんなで頑張っていきたらと、工夫してね、はい、頑張っていきましょう。引き続き僕らもね、皆さんのサポートになれるように、そうですね、よろしくお願いいたします。発車します。
発車します。